モーゼス・メンデルス・ゾーンは、ドイツのユダヤ人哲学者、啓蒙思想家である。ロマン派の作曲家、フェリックス・メンデルス・ゾーンの祖父にあたる。感覚と信仰の上に立つ哲学を解き、当時の哲学者間との批判哲学を論願した、人物の一人でもある。晩年には、友人のレッシングがスピノチストであるか否かをめぐって、 哲学者やコービラ当時の知識人と論争を起こした。貧しいソーフェールの子として、ドイツのデッサウに生まれた。母語は、西方イディッシュ語であった。父は名を、メンデル・ハイマンといい、デッサウのメンデルという意味で、メンデル・デッサウと呼ばれていた。モーゼスも、モーゼス・メンデル・デッサウなどと呼ばれていたが、後に、メンデルの息子という意味でドイツ語風に、メンデル・スゾーン声を名乗るようになった。 ユダヤ人の貧困階層のため修学できず、父親とラビのダーフィト・フレンケルから、聖書やマイモニデスの哲学、タルムードなどの教育を施される。このフレンケルがベルリンへ移住したため、後を追って同地へ移り住んだ。同地で貧困と戦いながら、ほぼ独学で哲学等を習得した。その他、ラテン語、英語、フランス語なども収めた。また、ジョン・ロック ボルフ、ライプニッツ、スピノザなどの哲学に親しみ、これらの教養が彼の哲学の下地となった。21歳の時、裕福なユダヤ商人、イサーク・ベルンハルトから子供たちの家庭教師を依頼され、この任を4年務めた後、ベルンハルトの絹織物工場の簿記係となった。1754年には、ドイツの劇作カレッシングを知る。また、 カントとも文通で交流を深めた。レッシングの数々の劇作において、ユダヤ人は非常に高貴な人物として描かれていた。これらはメンデルスゾーンに深い感動を与えるとともに、メンデルスゾーンを啓蒙思想へと導き、信仰の自由を確信せしめた。その後、諸女作として、レッシングを称賛する著作を書き、 レッシングもメンデルスゾーンに対する哲学の著作を書き、互いに信仰を深めた。その後、メンデルスゾーンの名声は高まり、1763年には、ベルリンアカデミー検証論文で、数学の証明と刑事上学に関する論文で、カントに競り勝つ。後に、カント哲学を論難する人物とみなされるに至った。晩年には、死として、 神の存在の証明に関する研究に没頭し、暁神の現存についての講義を表した。また、生涯を通じての親友レッシングをめぐって、夜行ビラと半信論論争を起こした。その反論書、レッシングの友人たちへ、お観光中、風をこじらせて他界した。メンデルスゾーンは、 当時キリスト教徒から別室されていたユダヤ教徒にも人間の権利として市民権が与えられるべきことを訴えるとともに自由思想や科学的知識を普及させ人間としての尊厳を持って生きることが必要であると問いたそうした目的を成し遂げるためには信仰の自由を保障することが必要であるとしたそしてこうした考えを体系的でないいわゆる 通俗哲学として表現した。ユダヤ教徒の身分的解放という点で、メンデルスゾーンの果たした役割は大きい。ありがとうございます。